ブリーチブリーチ劇場版ブリーチフェード2ブラックくんの名を呼ぶ劇場版ブリーチフェード2ブラックくんの名を呼ぶは2008年12月13日に東方系で公開された漫画ブリーチを原作としたテレビアニメの劇場版第3作本作でのコンセプトはブリーチの原点回帰でありしかも内容は一守るとルキアをクローズアップしているストーリーはルキアを キーパーソンに据え、原作の屍ネ魂会編以来となる市守ると、森帝13体の対立やルキアとオリジナルキャラの指定のドラマを描く。キャラクターデザインに参加するなど、前作同様に、久保隊とも制作に関わっている。サブタイトルは、前作同様原作者が命名、意味は、黒く消えていくことから、闇の中にいるルキアが消えていくというイメージを含ませている。 また本作では一守ルとルキアの出会いを描いた原作、およびアニメ第一話とリンクするシーンが登場し、第一話のシーンも回想として使われている。本作は今までの劇場版の中で最も原作に近い。キャッチコピーは、さよなら、ルキア、黒崎一五体森テ十三体。シカバネトマシー界、トロレーテイでは、黒土まゆりがある装置の実験開発に勤しんでいた。 だがその矢先に、謎の指定に襲われ、黒土真由里が暴走。それにより巨大な霊子のオロチが出現し、トロレーテイはその渦に飲み込まれ壊滅する。その様子を目撃していた、ルキアもまた謎の指定によってある異変に襲われてしまう。一方、一瞬とはいえルキアの存在を忘れた事態に陥り、ルキアに起こった異変を察したモルは、裏腹から、トロレーテー壊滅の一報を聞き、 コンと共に屍ネ魂界に向かう。だが、恋次を含めた死神たちは一守やルキアに関する記憶を失い、一目見た一守を旅かとみなしてしまう。死神たちに追われる身となり、孤立した一守とコンは、右翼曲折の末にルキアを見つけるが、ルキアもまた一守の記憶を失っていた。ある純粋な理由により、ルキアに執着する指定たち。 そしてあくまでモルを信じる小泉を加えた一、守るたちは再び、ルキアと相対するが、指定の思いが暴走した時、モルのルキアとの絆を取り戻すための戦いが始まろうとしていた。2009年日本映画、外国映画業界総決算経営、制作、配給、工業のすべて、キネマ巡報2010年2月下旬号、キネマ巡報社、2010年、 173ページ。闘病中の参加で、テレビシリーズでは、桑島のりこに交代していた。その前にルケアは虚によって指定に関する記憶を、借り取られていた。また、虚に憑依されていたとは知るよしもない姉が死神に、激しい憎悪を抱かせる原因となった。ありがとうございます。